抗菌エクササイズ。よっしゃー、はい、今日はですね、その前にまたあのペンを持ってきまして、はい、あの鹿児島行った時の、はい、あの白熊っていうお店がありまして、はい、ますか、広島アイスでいいんですかね。ああ、ありますね、アイスクリームかき氷みたいな。かき氷があります、あります、はい、そこ の, あのキャラクターのペンがございましたんで、はい、早速持ってきましたんで、みんなじゃあこれを使う。いや、これはあのもう区長さん一人だから私だけ、はい、白熊で。白熊、じゃあ分かりました、これは白熊でいきたいと思います、はいはい、はい、もしできたらでいいです、はい、大丈夫だと思います、これはいけますかね、か白熊ペン。あれ、今日はもうお二人は普通のペンを、普通のなんか普通のペンにしました。前回のやつではなく、あれはちょっと厳しいというか重くて落ちやすいので、はい、わ、はいはい、かりました、はい、じゃあやっていきたいと思います、はい、今回は、抗菌体操第5になるはずです。第5ですか。はい、もうあっという間に5になります。ありがとうございます。はい、ちょっとね、次回とか一回復習挟みたいなと思うんですけど。そうですね、復習もお願いします、はい、はいはい、ちょっとまず動きだけやっていきます。動きだけね、はい、はい、まずはもう慣れてますよね、ペンを挟みました。挟みました。そしたらその場で足踏みを、足踏みしました。8回、5、6、7、8、はい、そしたらイメージとしては、はい、今回はこの梅雨時から暑くなっていくにつれて、はい、見ていただいている方も夏も始まってると思うんですけど、はい、なんか クーラーが効いてると寒い部屋にいるのに急に暑いとこに行ったり、うん、あで暑くなってるとこから急に冷えたりとかっていうように、はい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 、なんか自律神経、自律神経おかしくなります。そうなんですよ、はい、なので背中とか肩周りを動かして、うん、はい、そのクーラーで冷え切って血流が悪くなったなっていう肩こりだったり、はい、そういう自律神経系の背中周りだったりを効果的に動かしながらエクササイズしていきたいので、はい、なるほど、今回はその辺を意識してやっていきます。なるほど、いいですね。で、右足を一歩前に出して、この時手を挟んで、大丈夫ですか？もう寒いですか？すいません、もう来ちゃった、すいません早いな、ちょっと自律神経がおかしかったです急に寒くなりました。はい、一歩、はい、可能なだけ前に一歩出したら、手をちょっと肘を曲げて、こう肩甲骨を伸ばして寄せて、伸ばして寄せてを1、2、3、4、5、6、7、8、はい、でそしたら今度は右足を今出してたので、左足を出して、ちょっと膝曲げて、1、2、3、4、5、6、7、8、で戻す、はい、はい、この時なのでペンは挟んでるので、あんまり前に出しすぎると多分ポロッと落ちる、落ちますね、これは気をつける、はい、はい、そうしたら、今度は膝を曲げます。曲げた、はい、曲げました。次の動きに行くための一つずつをやっていきます、はい、膝を曲げて、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、そしたら今度は手を後ろでこう組む、うん、後ろで組む、うん、はい、のところで、はい、肘を前、あ、これ大変なんですよ、後ろ、前出ないんですよ、これ硬くなっちゃってるから、そう、出にくいです。で、これで辛い方は手を腰でもいいです、はい、どっちが楽かな、例えば40肩50肩今痛いとかっていう方は、こうやって辛ければここでできる限り動かしてもらってもいいんですけど、イメージとしては組んだところから肩甲骨を広げる、うん、寄せる、広げる、寄せる、広げる、そうなん、結構大変なんですよね、これね。でもね、やっとくとかなり背中の血流が良くなるので、知ってます、はい、ぜひ皆さんもやっていただきたいんで、はい、はい、これをじゃあ今のこれで8カウント、そのままプラスする感じで8カウント、と、はい、そしたら今度はちょっと横向いていただいて、これで前に4、5、6、7、8、はい、まあ、ゆっくり歩いてもらいたいので多分前4歩ですね、はい、進む感じで、はい、今度は逆向いていただいて、逆向いて、はい、で1、2、3、4、5、6、7、8、そしたら今度はみんなで、はい、みんなで回ります、回る、はいはい、で1、2、3、4、5、6、7、8、で1、2、3、4、5、6、7、8、
はい、3、4、5、6、最後は早く1、2、3、4、5、6、7、はい、じゃあ元の位置に戻って、はい、はい、終わりの予定です。わかりました。はい、かなりハードなんだ。イメージとしては、はい、鶏が羽ばたきながら、ね、コッコッコッコって歩いてるイメージ。わかりました。そうです、コケコッコって感じ。コケコッコ、コケコッコっていう感じで歩いていただく感じ、はい、なので私たちは鶏になってひょこ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 、そうそうそう、わかりました、歩くっていうイメージでやっていきたいと思います。はい、わかりました。ちなみに横は、うん、ちょっとずつちょっとずつで前に出てる。はい、で、くるっと逆を向いて、一歩出たらそこに合わせる、一歩出たら合わせる、一歩出たら合わせる、一歩出たら合わせる。なるほど。いけそうですか。はい。でもペンハサミですか。それが問題なんですよ。それが問題だ、ほんと。これ、こっちに集中しちゃうんですよね、お尻に。そうそうそう。はい、準備体操できましたか。はい、はい、はい、レッツゴー。はい。はい、じゃあ手を挟んでください。挟みました。はい。はい、できました。今ね、ちょっといろいろとね、入れながら、はい、準備して、これやって、動いてみてってやったんですけど、はい、はいはい、まあ、ご自宅でやる方はもうその準備の段階が分かれば、はい、この音楽に任せてずっと、はい、ニワトリさんとして、ニワトリ、ニワトリ、歩いていただいてても大丈夫です。ニワトリ、ニワトリ、セナカ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 、お尻、お尻、お尻、はい、はい、ということでやっていければと思いますが、はい、多分やっていただいてるお二人も分かると思うんですけど、はい、ちょっと息切れしますよね。しるね、ちょっとどころじゃないですよ、もう、はい、ちょうどでもよかったですよ、もうここが固まってるの自分で分かってるので、40型、50型で、ただまあ、痛い時って自分でもなかなか動かせなくなっちゃって、うん、動かしにくくなっちゃって、うん、やらなくなっちゃうので、はい、ちょっとまあ強制的に動かしたっていう感じで、はい、いや、これは本当やろうと思ってたんです。これが前に出ないともう固まってるっていう証拠だって言われて、はいはい、そうですね、肩甲骨と肩甲骨と、はいはい、これができないと本当にもう体が硬くなってる証拠ですって言われたんで、寺田さんでもある意味動くんですよ。寺田さん動くと思います、ね、動きますよ、うん、まだまだ、うん、まだまだいいですね、はい、うん、動きはすごくいいのであとはペンを、ペンが挟むとね、急にダメなんですよね。まあ、それだけ下半身をこう固定して負荷をかけているっていうことなので、うん、はいはいはい、その効果がより出やすいっていうことなので、はいはい、いや、あのね、今日あのペンとこの肩甲骨が合体できるっていうのはね、すごくありがたいですね、俺としては。これあの昔スッキリとかでもこの動きは推奨していただいて、ああ、番組でもやったんですけど、このニワトリ歩き、抗菌ニワトリ歩き、おコケコッコ歩きとか、ね、そうですか、はい、いや、ちょうどいいですよ。俺は今右肩がすごい固まってて、凝り固まっちゃってる、はい、でもこれからの時期、夏がこれからまだね、数ヶ月間冷房をつけ続けますので、冷えちゃいますので、あ、俺冷房が苦手なんです。冷房がダメなタイプです、はい、はい、あの多分皆さんも冷房って上から絶対
っちゃうので、絶対に肩、背中、首って冷えちゃうので、はいはい、そういった時にぜひやってみていただければと思います。はい、はい、ということで、しりぺん先生の抗菌エクササイズ